真夏のピークが去った天気予報士がテレビで言ってた。それでも未だに街は落ち着かないような気がしている。夕方5時のチャイムが今日はなんだか胸に響いて、運命なんて便利なものでぼんやりさせて、最後の花火に今年もなったな。何年たっても思い出してしまうな。ないかな、ないよな、なんてね思ってた。参ったな、参ったな、話すことに迷うな。最後の最後の花火が終わったら僕らは変わるかな。同じ空を見